動画解放軍、とてらしですね。まあ、動画解放軍って言っちゃいせまいましたけど、今本今回は商品レビュー専門の方で行います。なぜか、あの、イベントの取材記事ですからね。あの、先日、東京モーターショー行ってきました。あの、自動車ショーですね。なんか古い言い方ですけど。あの、新車じ、新車とかが展示されるイベント。まあ、これ私、もうこれで、どのくらいで 5回ぐらい言ってますけど、あの、毎回変わってきます。何が変わってきたかというと、あの、いわゆる一般向けの展示になってきたんですよね。一般向け車を買う側。そっちの方なんですよね。あの、まあ、昔から一般向けだろうって言われそうだけど、あの、結構業者向けのものが多かったんですよね。 あの、ネジの締結とか、塗料とか、あの、車を維持管理する方、そういうところが多かったですけど、まあ、今回は、もう、解無って感じでしたね。多くは、まあ、一番多いのは、自動車の、自動車の最終型作ってる会社、あの自動車メーカーですね。トヨタとか、マツダとか、スズキとか。それと、工具メーカーありましたけど、 どちらかというと、あの、一般向けの整備する人、そういう人向けなのかなと思いましたね。置いたるもの、ピカピカに磨かれた、まあ、プロ向けというより、そのパーソナルユース、そんな感じでしたね。だから本当エンドユーザー向けというか、完成したもの、一般の人が買うもの、そういうものが多くなってきましたね。今回は、あの、 コンセプトカーが多かったですね。あの、目玉の発表が本当の新車じゃなくて、コンセプトカー。レクサスも燃料電池車を出す。そ,れそのコンセプトを出してきましたね。あのー、多分あの、レクサスの LS とか一番大きいセダン。それ向けなのかな。LF だから違うか。スポーツカーかな。 クーペだ。あ、そうだ。間違えました。それ向けの,あの燃料電池車を、燃料電池車をぶつけてくるんですよね。まあ、レクサス版未来か。まあ、未来というところから、セ、セダンっぽい使い方を想定するのかな。LF、L、LFFC だから、うん。スポーツ、スポーツな名前ですよね。 見た感じもスポーツ車っぽかったですけど、そんなガチガチなスポーツカーみたいな感じじゃなかった。そういうものをぶつけてきましたね。それと、マツダは、あの、ロータリーエンジンの,の RX7 とか8。その流れを組むロータリースポーツ。それをぶつけてきましたね。まあ、どちらもコンセプトか。でも、報道陣の数見ると、どちらも今日、 その興味があるのかなって。あの人だかりできてましたからね。それダイハツとかトヨタは、まあ、もちろん、夢の車、電気自動車とかも言ってましたけど、より現実的なものでしたね。その、それの発表でしたね。だからなんだろう、あの、夢を売るか、現実を売るか。そういうところに分かれてましたね。 レクサスとかマスダは、車は試行品だ。楽しいものだ。そういう感じのものをアピールしてて、トヨタダイハツは、もう実際の生活でこのように使える。まあもちろんそれも夢ではありますけど、まあなんか見えてる夢。そういうものを提供してる。あの私たちが買える夢。それがトヨタとかダイハツとか、あのスバルとかそこら辺で、それで、まあ羨ましいなと思うの。 変えないだろうなという、そういう感じを提供してるのが、松田、レクサス。そんな感じがしましたね。それと意外だったのが、ベンツ。あの、ベンツがプッシュしたのは、あの、未来の自動運転車。それを表に出してましたね。現実的、現実的っていうかあの、う、まあ、すごく未来行ってる夢のある話ですけど、いわゆる高級とかそういう意味じゃなくて、 あの、車は、単なる移動手段になる。それ、車で移動してるときに、仕事ができたりとか、なんかエンターテインメントを楽しめる。そういう車を提供してましたね。あの、車なのに対面シートなんですよね。あ、自動運転されるからですよ。それドライバーというか、オーナー、まあ、なんていうのかな、オーナーが指示するのは、どこに行きたいか。そういうのを指示すると、自動的に行きたいポイントまで行ける。そして、対面シートだから、 お互いそこで部屋のように使える。リビングルームのように使える。さらに自動運転できるから、あの、人を運搬するだけじゃなくてなんか花壇みたいなもの。あの、野菜とかそういうものを積んで、販売する場所にその車が、ベンツが移動して、そこで販売して、また帰ってくる。ドライバーいらずで動ける。その技術を展開すれば、まあ、ベンツって貨物、世界最大の貨物車だから、貨物車メーカーだから、 そこもプッシュしたいと思うんですけど、貨物の自動運転。それもできるんじゃないか。そう言ってましたね。なんかトヨタ、まあ、前回ファントゥードライブとか、今でも、あの、すごいなんか情熱、パッションを提供する。そういうことを言ってますけど、ベンツ、まあ、ちょっと硬いですね。地味すぎる。あの、車に対して、なんか燃え上がるような、この力。そういうものを提供するんじゃなくて、 もう生活を便利にするための経験を提供する。あの、テクノロジーより、この経験だ。あの、より、人の生活に即したもの。その方向で行くというなんか、まあ、ベンツってなんか、人が、う、これは欲しいと、目標にする車だったような気がしますけど、未来はそういうものじゃなくて、車はより生活に溶け込む。 それ自動運転は、もう、あの、届く範囲にある。そういうことを言ってましたね。あの、実はベンツってあの S クラスって、まあ、一番高い車あるじゃないですか、ベンツの。それの見た目をあんま変えずに作った自動運転車の運転に成功してるんですよね。なんか上に変なアンテナとか、あの、ベンツが言うと、その火星探査機、宇宙探査機みたいなものを付けずして、成功した。 そういう言葉を使ってるんですよね。だからベンツは自動運転という部分。それプッシュしてましたね。それに対してのワークショップも行ってましたし。それと最後。あの、モーターショーの見どころ。私、貨物車だと思うやつね。あの、中の貨物車じゃなくて、その、ブースっていうかその建物の外で、いろいろな会社の働く車が展示されてるんですよね。あれ面白いです。あの、その会場内の生中継で、モニターで、 あの、アナウンサーがいて、ちゃんと解説してくれますね。あれ分かりやすくて面白いですね。あの、ちょっと専門用語が多いですけど、そこら辺はちょっと目つぶってね。まあちょっと業界の人が作ったビデオって感じで、すごく専門的な用語が出てきますけど、まあ実物が動いてるから分かりやすいですよ。あの、車を積む車とか、あと、便利な、その積載車とか、いろいろ出てきますね。 ちっちゃな救急車。ダンプ、砂利を積むダンプとしても使えるけど、のそのシャ、パワーショベルとか、そう、重機も運べる。そういう画期的な、この、ダンプなのに、その小型車両も運べる。そういう車。いろいろ展示されてますね。それが動く状態で見ることができる。あれもおすすめですね。モーターショー。 まあ、いわゆる自動車メーカー、そこを見るのも一つの楽しみですけど、それ以外、それ以外の部分で楽しむと考えると、この貨物車、いわゆるボディメーカー、仮想メーカー、そこの屋外で行っている展示、あれが見どころなのかなと思いますね。あの、現物見れ,見れなくても遠くからも、会場のビデオモニターで見ることができますね。 モーターショー。明日から始まりかな。あの、楽しみにしててください。近くの人。ぜひ、行ってみてください、まあ。地方開催もされるみたいですけど、やっぱし東京ですよね。久々に、こちらのチャンネルの到手出しでした。